ハロ you、えー YouTube 今日はですね、えー、北朝鮮がミサイルを発射して J アラートが鳴って、なんか新幹線が止まったなんていうね、大騒ぎになっておりますけれども、あのー、まあ、正しく怖がるというかですね、えー、怖がることと怖がらないこと、過剰にね、えー、安全側に降りすぎてる、まあ、新型コロナウイルス対策とかもそうなんですけれども、えー、雨が、えーね、台風が来た時とかもそうなんですけれども、過剰にね、 そうやって安全側ばっかりにですね、振り切るとですね、社会活動もですね、停滞してしまうのでですね、えー、これは怖がるべき、これは怖がらないべき、そういった意味でですね、北朝鮮のミサイルについて解説をいたしましょう。す、え、で、ー、にですね、日本を射程にしているミサイルというのはですね、多数もう北朝鮮にすでに配備されております、えー。短距離弾道ミサイルというやつで、ノドンとか言われてるやつですね。 もうこいつらは日本全土をですね、射程に収めております。もちろん東京も射程に収めておりますので、いつでも発射できます。はい。それが発射してきたら、それに対して対応すればいい話なんです。えー、今回撃たれたものは中距離弾道ミサイルと言われるものです。アメリカをまあ射程に収めることはできないんですけど、まあ、アラスカとかですね、その辺ぐらいまで飛んでいくと。もちろん中国とかそういったところにも飛んでいくわけですけれども、 まあそのアメリカを完全に射程に収める ICBM を開発するステップとして実験をしてるんですね。でもこれあくまでも実験なんです。これ実験をしないと撃てないんです。で、えー、アメリカはですね、当然東側にあるわけですから、そちら方面に撃つ。そして、性能をですね、まあロケットミサイルってものは全てそうなんですけど、基本的に東に撃ちます。なぜなら、 えー、自転のスピードを使いたいからです。えー、またですね、西に撃ったらこれ、中国があるじゃないですか。えー、ということでですね、えー、まあ、中国の陸地に落ちちゃったりとかするわけで、北朝鮮の位置から、えー、射程何千キロというミサイルをですね、撃とうとした場合に、えー、どこに着弾させると安全なのか。これ実験ですからね。太平洋になりますよね。だから実はこれ、北朝鮮ってノータムってのを出してるんですよ。 ノータムって何かって、今回ミサイルの場合は出してないかもしれないですけど、ロケットの時はノータム出してました。えー、どこに、えー、この、えー、ロケット、ミサイルが落ちるかもしれませんみたいなことをですね、あらかじめ警告をしたりとかするんですけれども、まあ、出してる場合と出さない場合があるんですけれども、えー、そういったこともしてると。またですね、これ津軽海峡の上を通してるわけですけど、できるだけですね、日本の領海、領空にですね、落とさないように配慮してるんですね、領土にね。 で、ロケットというのはですね、まずロケットミサイルこれ共通なんで、弾頭に衛星を積むとロケット、爆弾を積むとミサイルになるだけであって、これロケットとミサイルとは基本的に同じものです。で今回の火星12号って言われるですね、えー、液体燃料ロケットですね。で、この液体燃料ロケット、えー、一番制御が難しいのは打ち上げてから、えー、m a x 9というですね、 えー、同圧最大点と言われるとこなんですけども、空気圧とロケットのスピードが一番ですね、大きいところですね。まあ大体グラフにすると、こんな感じのグラフになります。この一番山の部分、ここがですね、マックス a x q です。このマックス級までの制御が難しいんです。えー、空気っていうのは、あの飛行機なんか乗ってみるとわかる通りですね、気流って安定しないんですよね。それは常に対流してるから。 その大流圏って言われる我々が今住んでる地上っていうのはめちゃくちゃ空気の挙動って読みにくいんです。天気報だって当たんないじゃないですか。それはあのスーパーコンピューターを使ってでもこの大気の動きっていうのは予測できないんです。それぐらい難しいんでロケットの制御も非常に難しいんですがそこを超えていくとですね、もう空気薄い。 ほぼ宇宙空間みたいなところなので、ここは理論通りに飛んでいきます。なので、こういう放物線を描いて飛び始めたら、もう大体落ちる場所わかるんですよ。で、地球、もう当然日本に落ちた。大変なことになるわけです。日本に落ちた。もう北朝鮮攻め、攻めろみたいな話になるわけじゃないですか。報復しろってなるから、もう実験で日本に落ちた。意味ないわけですよ。北朝鮮の目的っていうのは、アメリカにいつでも核ミサイルを撃ち、撃てるぞ、撃てるぞっていう状況にして対等に外交を行うこと。 そして北朝鮮の独立、そしてキムオ町のですね、安定っていうのを求めるのが彼ら。それを最大化すべく核ミサイルを開発してるわけですから、日本に落ちてくるわけがないんです。J アラートとかこういう時に使うものじゃないんですよ。ノドンとかが飛んできた時にやんなきゃいけないものであって、ね。でもいきなり喉ン飛ばすような状況じゃないじゃないですか。日本に北朝鮮攻めらんないですよ。 核ミサイル何本か落としたとしても、それは被害は大きいかもしれないけど、これも世界中から報復されて肝打ちをなくなるわけじゃないですか。何のためにそんなことやるんですか北朝鮮日本に攻める力なんかないですよ。ミサイルを何本か落とすぐらいはできるかもしれないけど。で、なんかパトリオットとかでうち損じたやつをか何発かもしかしたら落ちてくるかもしれないけど、それ以上のことはできないわけじゃないなのに攻めてくる意味あるっていう話なんですよ。ないよね。 ということで、基本的に外交とかこういったものっては損得感情もあるし、もちろんプライドとかもあるんだけれども、日本なんか相手にしてないんです正直日本なんか相手にしねえよって北朝鮮言われてるわけですよ。相手にしてるのはアメリカなんです。だから今回のミサイルの件もね、日本が大騒ぎしてるのは非常に滑稽でございます。ということで言ってらっしゃい。